なんか、あ、なんでなんでなんで、シャルロットちゃんがいるんだが。かわいいでち。どうもありがとうサンデッチと。あたちはシャルロット。この先のウェンデルに住む美少女でち。美少女でち。嬢ちゃん、ダメよ。こんな危ないところに一人で来ちゃう。だって、だって。なんかさ、なんかこうやって。って出会うとさ、ウェンデルの新刊シャルロット若干怪しいな。パパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。っていうか私シャルロット選んだっけ。おじいちゃんに頼まれて3人目はデュランなのでは。シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあったら、私の推しキャラミックちゃん、ヒースの後を追いかけおじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。ああ、しかし運命のいたずらか。やっとヒースに出会えたのに、突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。なんかさ、怪しくないかシャルロット。洞窟に入れなくて困っていたんですが、あんたさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。入ってきちゃった。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然あんたさんが、もう少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。困ったわね。おいでお嬢ちゃん、私も光の司祭様に会いにウェンデルへ行くところだから送っていってあげるよ。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんでちか。じゃあシャルロットを助けても罰は当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんでちから。ま、でもここからだったらウェンデルは目と鼻の先でち。別にアンデションの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。バイビー。行ってしまった。いや、こうやってさ出会うとなんかまだ小さいのに一人で大丈夫でしょ。なんか黒いシャルロットが、なんか黒い性格が若干悪く見えてしまったのは気のせいだろうか。いよいよ光の司祭様にお目にかかれるんですね。緊張します。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。シャルロットちゃんは無事たどり着いたのだろうか。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。一応、武器とかは買っておきましょう。黒のファティーク、お目が高い。なんかかっこいい。目利きには自信あるんだぜ。キルボアール、お目が高い。使わせてもらいます。あ、ヒース様、こんな可愛い子に人気があるなんて羨ましい。あいつな、ああいうやつが人気あるんだよな。女の子に許せんな。他国の宝もしっかりと漁っていく。さあね、シャルロットちゃんはどうしたのだろうか。あなた方が
マナの女神様の祝福を得られますように。アーメン。私はローラント王国の王女リースです。ナバール盗賊団に襲われ、王が撃たれ、弟のエリオットもさらわれて、国は滅んでしまいました。国を、そして父を守ることができなかった私は、この命に代えても弟のエリオットを助け出したい。司祭様、どうかお導きを。なんと、ローラント王国が。しかしこればっかりはマナの女神様でもない限り、一度滅んだ国を再建することなど。逆に言えばマナの女神様ならできる。司祭さん、あんた死の首輪って知ってるか？どうすればジェシカの呪いが解けるか教えてくれ。まず懺悔しろ。懺悔。死の首輪、あの封印されし古代呪文。ああ、古代呪文なんだ。一体何が起こったのじゃ。そうか、あいつらは実は古代呪文を操るやつら。そのイザベラというもの、ただものではなさそうじゃな。ホークアイ殿、残念じゃが、わしでも古代呪法の呪いを解くことはできん。マナの女神様でもない限り。逆に言えばマナの女神様なら。マナの女神様でなきゃ無理だなんて。じゃあどうすることもできないのか。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。何のこと。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。もう一生ね、あなたフェアリーと命を共にしなければいけない。ねえフェアリーさん、どういうことなの。ごめんなさい、マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。ごめんなさい、私エリオットを探さなければならないのよ。誰か他の人を見つけてちょうだい。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。でも私、お願い、時間がないの。マナの剣を手に入れればあなたの望みは全て叶うよ。エリオットを見つけ、ローラントを再び元の平和な王国に戻すことだって。それは本当なの。あなた私の心の中を読めるのね。でもちょっと待って、そのマナの剣って一体何なの。マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。父を殺し国を滅ぼした憎きナバールの者どもからエリオットを助け出すために私は行きます。剣を手に入れればローランの再建も夢ではない。
で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くの？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界の様々なところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため、8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によって、マナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり、利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え、滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは、同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。おい、フェアリーさんよ。もしかしてお前らと一緒に行けば、俺もジェシカを助けられるか？もちろん。古代呪法といえども、魔法。マナの女神様がお目覚めになれば、そんな首輪なんてわけないよ。そうか。わかった。俺もついていくぜ。改めてよろしくな。いやー、憎き。憎きナバール盗賊だ。そしてリンクアビリティ、いやーホークアイ編気になりますね。イザベラさんがいらっしゃったじゃないですか。イザベラさん気になるな。待って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 、いたんだか。シャルロットちゃん、あんたさん、ただものじゃありまちん、ね、盗み聞きのシャルロット。そこを見込んでお願いがあるんでち。さらわれたヒースを探すと手伝ってほしいんでち。そうか、選んでなくてもシャルロットは一時的に仲間になるキャラクターなのかもしれませんね。すごく心配なさってたわよ。なるほど、ヒースさん、シャルロットはヒーラーらしいから罪対策なのかもしれない。シャルロットはヒースのことが心配なんでち。こんなにお願いしてもダメでちは。もういいでち。ケチケチバーカカーバカーバ、いいな。仲間になんないんかーい。連れて行ってあげればいいじゃん。ふん、ブー、もういいでち。ケチケチバーカカーバいいだ。仲間空いてるやん。もうデュラン来ないからさ、シャルロットちゃんで全然いいと思うんだが。ちょっと待ってて。
フェアリーの耳ってなんか先が毛羽立っている感じになってるんだね。この滝の水からマナの力を感じる。ちなみに、こういう共通イベントはもう3週目からはカットしていこうかな。一応全キャラやろうとしてますからね。あれがフェアリーさんが言ってた横穴ね。向こうに渡るにはどうしたらいいの？そっか、あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を繰り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。やったね。敵が道を塞いだか。すぐに倒して先に進むぞ。いい調子。相手が悪かったな。このパーティー普通に強いな。範囲攻撃範囲攻撃。吹き飛ばしからの範囲攻撃。問題なく勝てたな。この調子でいこう。出てくんだろお前、バレてんだよ。お、吹き飛ばない。ん、骨付きリボン。お、リースさんの頭防具。さあ来た、フルメタルハーガー戦。今回はちょっと必殺技をガンガン使っていくっていう形でいこうか。オッケー。頭に多分打った方がいいんですよね。ちょっとこっち向いて。なぜ魔物がマナの力を。理由は分かりませんが、このまま倒すしかなさそうです。オッケー、任せな。覚悟するんだな。ホイメン斬り。あ、ちょ、足に当たっちゃってる。いや、ちょ、もったいない。アイビームを避けてからもう一回。オッケー、大きい。そして、なくなったらこの辺にある壺で回収できる。あれ、ちょっと待って、今回壺なくない。あった。この壺を破壊することにより30か。微妙かもしれん。90。あー、あと1個壺がないや。あ、待って、あ、間に合うか。オッケー。危ねえ。キャラ普通に NPC に任しておいても避けてくれるかもしれないが。で、避けてあげる。しっかりと強攻撃を使ってあげた方がいいのかな。1、2段から強攻撃。1、2段から強攻撃で、ホーリー避け。1、2から強攻撃で、1、2、 OK。 やっぱりこれはな、難易度、ベリーハード、そしてナイトメアが欲しい。私、アクションゲームめちゃめちゃ苦手なんですよ。連打中だから。それでもこれだもんね。ウィッス、俺っすよ俺。この俺が皆さんが探してるウィルをウィスプス。こいつうざいけど好きかもしれん。何食われてんだって話だよな。やっと封印が解かれました。事情はさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたす。いや大変っすね。フェア
リーさんもそうっすけど、僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。マナを救うためにも協力させてもらうっす。ねえ、ウィスクさん、光のマナストーンは？ちょうどこの真上、アングルアングル、 YouTube からバンされてしまうから。ちとここからじゃいけないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか真珠が封印を解いて復活しちゃうかも。フラグですよね。完全にそれは復活するわ。早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。というわけで、光の精霊ウィスプの力を手に入れた。このパーティー、ウィスプの力を手に入れても何か使えるわけではないかもしれん。穴が開いてますよ。近道でしょうか。これさ、めちゃめちゃフラグっぽかったじゃん。穴が開いてますよ。これ何もなかったんですよね。こっち行けって言われてる。あっち行ってもさ、いや絶対なんかここ通ろうとした瞬間に、ここが崩れ落ちるとかそういうことがあると思っていたのですけれども、特に何もないっていうね。あ、こっち？星がついてない方から出ると近道なんだ。なるほど、星に騙された。こっちから行けば近道で行けますよ。アイテムの種も取れるし、しかし上から行けばセーブもできますよっていうことだったんか。一応セーブしておこうか。なんかさ、水汚くない？いや、あれか、青の洞窟的に緑に見えてるだけで、別に汚くて緑になってるわけではない。東京湾とは違うということか。なるほどね。なんかさ、江戸前寿司ってあるやん。あれさ、東京湾汚すぎてさ、江戸前寿司ってさ、ようわからんよね。あれブランドなのかな。個人的にはいい印象を全くしないわけだが、まあ、もっと沖で取れてるから大丈夫といえば大丈夫なのかもしれんが。というわけで、体験版はここまでですかね。戻っていく。襲われるのはやっぱり獣人なんだよね。ナバール盗賊団という可能性もなきにしもなーい。あ、いた。やり逃げダイナミック。お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、労せずして生徒ウェンデルへの進行が可能になった。若干我々裏目な行動をしてますよね。だけのことだ。ありがとうよ。よし、行くぞ。でもあれなのかな、ドラゴンボール的にいくら世界が崩壊しても後でマナの女神様がさせてくれるというそういうことなのだろうか。どうすれば。そしてやっぱりデュランが来なかったですね。じゃあ2週目はここまでですかね。1週目はシャルロット主人公にしながら、ケビンを仲間にしていた。で今回はリース主人公でホークアイ3,4,5,6 誰にするか、なるべく被らないような感じでいきたいですね。聖剣伝説3トライアルズオブマナ。というわけで皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。3週目そして6週目までお付き合いいただけましたら幸いです。この動画いいなと思ってくださった方はコメント高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。では